ライバルは自分自身だ。3分間に肉体と精神力、いや己の全てを凝縮させろ。果たして最強の名を受け継ぐ者は一体誰でありましょうか。緊張感が伝わってくる。ああ始まりました。カウンターが数を刻み始めた。カウントする音が場内に響きます。この競技では体格は関係ありません。この先にあるものを手にすることができるでしょうか。藤原ものすごい勢いだ。元気なうちに相手を引き離そうというのか。中山自分のペースを守ります。規則正しく数を刻みます。腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。止まっている。肩の高さのセンサーまで体を上げないとカウントされません。体が持ち上げられずに失格になると、それまでの回数も認められません。藤原相手にとって不足なし、そんなことを話しておりました。ここで30秒経過。中山筋肉の回復をも待ちます。藤原義明筋肉を回復させようとしております。中山正史この先何回までいけるか。さあここでインターバル。確実に記録を残せるように頑張ってもらいたい。藤原義明、さあクラシックネイビーからローマンストロングへテンポを落とします。ここに来てローマンストロングからクラシックネイビーだ。ペースを上げます。中山正史一旦ここで動きを止めた。藤原義明、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ。残りの体力を慎重に使おうというのか。1分残り2分であります。さあこれからが本番であります。藤原抜け出してまいりました。中山正史少しペースが落ちたようです。ペースは落としたがまだ諦めない。筋肉を回復させようとしております。藤原義明、さあクラシックネイビーからローマンストロングへ。残りの体力ここを慎重に使おうというのか。中山ゆっくりと腕を回しています。藤原義明もう70回突破。クラシックネイビーからローマンストロング、さすがにハイペースのままでは持たない。中山正史腕を回して回して疲れを取っている。今1分30秒経過。さあここからが真骨頂。一層気を引き締めないといけない。どちらかは血に伏す運命だというの。双方勝つことのみを信じております。藤原義明抜け出してまいりました。中山正史腰を浮かせて、体勢はローマンストロングだ。危ない。体が重い。藤原もう90回まもなく落回。中山腕にかなりの疲れが溜まっているようだ。藤原義明、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ。残りの体力を慎重に使おうというのか。2分経過。あと1分。さあいよいよ佳境に入ってまいりました。わずかな気の緩みも許されない状況です。栄光と挫折、まさに背中合わせのデスマッチ。藤原抜け出してまいりました。中山一旦ここで動きを止めた。苦しくなってきました。おっとクラシックネイビーへ再び切り替えた。ペースを上げます。藤原クラシックネイビーからローマンストロング、残りの体力を慎重に使おうというのか。中山一旦ここで動きを止めた。30秒前。まだ諦めないでいただきたい。藤原抜け出してまいりました。中山若干の休憩を挟む。筋肉の回復を待ちます。藤原疲れが徐々に溜まってきたか。スムーズな一連の動きを見せてくれます。中山正史筋肉を回復させようとしております。藤原義明スタイルを変えます。最後の力を振り絞る。これは驚いた。中山最後にダッシュ。どこにそんな力があったんだ。藤原インターバルが長くなってまいりました。気力を振り絞る。中山少し疲れたか。ここで終了。3分間戦い抜きました。競技終了です。藤原義明時点での首位は藤原義明、変わらない。